現在キャンペーン実施中です。はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日は、新イベントのお知らせ開始ということでね、ちょっとこの動画だけ出していこうと思っております。開催期間は、4月14日から4月27日までガンダムシードから、プロビデンスガンダムが、登場します。はい、キャンペーン期間中のみ、特別なパーツがドロップするということで、まあ、設計図と強化パーツの方が、ドロップする予定となっております。まあ、まだ期間もね、結構また2週間ぐらいあるのかな、だいたい2週間ぐらいありますんでね、まあ頑張って作っていきたいと思います。で、今さっき1時間この動画出る1時間ぐらい前かなに、支給エネルギー3回分使って、戦場に行ってきたんですけれども、まあ運よくね、設計図も出ましたんで説明していこうかなと思っております。どこだ、汎用だっけな、ちょっと待って、汎用だね。はい、こちらが、機体となっております。プロビデンスガンダム、性能の方は右の通りです。コスト700で必要な設計図は10枚、まあ、10枚だからちょっと出やすかったのかな。3戦行って2枚出るってことはまあまあ出やすい、スタートとしては悪くない感じですね。初日って意外と出やすい感じがするので、まあ、できればね、今日は支給エネルギー切らさないように、こう切らさないように、切らすは切らすんだけど、たまり切らないようにうまくね、フルに使っていこうかなと思ってます。うまくね、こうマックスにならないようにね、こううまく使っていこうと。そしたらまあ今日だけでうまくいけば3枚4枚手に入るんじゃないかなとちょっと期待しております、自分で。はい、それでは攻撃確認の方いきたいと思います。メイン攻撃はビームライフルで、ドラグーンシステム、まあファンネルみたいな感じのシステムなんでね、きっとキュベレに変わるような機体になってくれるんじゃないかなと思っております。あ、安心しました。一斉もありますね。ビームカーテン、これがどんな感じになるんだろうね、ちょっとピントはまだ来ないけど、1機体に対してのものなのか、それともその周辺に対してビームカーテンしてしまうのか、まあ、それによって全然またちょっと変わってきますからね。まだ見たことないから分かんないけど、まあ多分2日早ければ多分1日ぐらいで多分誰か完成させてくると思うんでね、戦場で出会えばちょっとどんな感じか食らったら分かると思うんで、はい。それではね、あとはまあビームサーベル、格闘に関してはまあちょっと普通ぐらいですね。タックルも普通ですし、やっぱメインはやっぱりこのドラグーンシステム、こちらが多分攻撃のかなりの起点になるんじゃないかなと思いますんでね、まあやっぱキュベレに近い形になるんだとは思いますね、見た感じは。キュベレよりまあ使い勝手もっといいんじゃないかなと個人的にはねちょっと期待しております。はい、じゃあ以上ゆきあみでした。それではね、皆さんも頑張ってイベント機、作れるように、祈っております。だいたいこの機体が完成したらまあ動画出していこうかなとちょっと思ってるんで、まあ、個人的には1週間ぐらいで完成してくれないかなというのはありますね。あんまり早いとね全然休めないんでちょっとガンダムバトルオペレーションネクストはね、ちょっと個人的には今ちょっと休んでいたいというのがちょっとありますので、まあ1週間ぐらい目処にちょっとゲットできればいいなと思って今頑張っていこうかなと思っております。はい、それではね、皆さん今日はこのぐらいにしたいと思います。おやすみなさい。